うわすごい3人が揃ってもうた。ビッグスリー夢の共演です。こんにちは。こんにちは。めっきり寒くなってきましたね。そうですね。明日も寒いそうですよ。そうですね。夜は40度超えそうです。そうですね。んなことはない。いいとも復活ということでございまして、今日は素晴らしいゲストが来てくれております。ビートたけちゃんと明石家さんま師匠です。どうぞ。ここです。あんた何前出てんねんほんまに。はい、だけどなんでお前、はい、明石家さんま師匠でな、はい、なんで俺だけビートたけちゃんなんだよ。あんたそんな細かいことええやろ。俺もね、キャバクラなんか行くとサンちゃんとかサンチーンとか言われてるで。ニートに作ろうキャバクラ枠出た。いいよいいよいいよ。キャバクラだけ座んなさい。ごめんなさいごめんなさい。座ろ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 。豪華やで今日は。これまたよく喋るね。しかし仕事仕事やポイントはポイントはしょうがないね。久しぶりやねこれ、ほんまにこのメンバーは。いやいや、わざわざありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。いや、いいとも復活ってことでね。はいはい。まあ、いろんな人から応援メッセージもらってます。あ、そう。いっぱいあるの。ほんまや。うん、トンネルズの石橋貴明から来てるね。来てる。いいとも復活、はい、おめでとうございます。今度は、のりたけと一緒に、また出してください。ラッコラッコ。いいねいいねいいね。後も来てるんじゃん。嬉しい。あ、お、片岡鶴ちゃんから来てるのこれ。どうも片岡鶴太郎です。いいよいいよ。いやー、いいとも復活おめでとうございます。そうよねー。ゆうちゃんおはよう。ゆうちゃんおはよう。ゆうちゃんおはよう。なんでええねん。うるさいよ。あんたほんま好きやねこのくだり。大好き。お、あれや。津川雅彦さんから来てるで。あ、津川雅彦だね。いいとも復活おめでとう。おめでとう。狭くねえ、うん、金太郎二人ですな。一人やりたいだけやね。他もやりたいんだよ俺。そういうコーナーちゃうねん。いいじゃん。まあまあでも、ね、こんなビッグスリーが揃ってんねんから、うん、トークで盛り上がるトーク、うん、俺もいろんな話があってね、ちょっといい、はいはい、ちょっといい、何、ああ一旦コマーシャルです。ほらほら、いくらなんだ、あぶれ発達おはようございます。コージー富田さんです。今日すごいビッグスリー、すごいビッグスリー。今るちゃん、はい、ホイさん、お父さんどうだよ。お父さん、あのね、今る言うとくけどもね、キャバクラのくだりはネタやからね。ハニートラップ、ハニートラップでしょ。ハニートラップ。ホイさんもモノマネの現場でこういう風にお会いする機会がなんかあって、自分の本当に父親より多分合ってるかもしれない。ありがとうございます。いやでも似てるでしょう。もう皆さんそっくりですね。でもこんな感じでやってるんですよ、ね、いつも。同時さん、どうですか、どうですか。でもやっぱ石橋貴明さんとかやっぱりね、いや往年のやつはすごいですね。だってあと東野くんはあれだよね、天然のパーマ。あ、それ言う。